小焼き N ログです。小焼き N ログ、はい、何の N ですか。いや、友達のなずこさんが友達、友達だったんですか。遊びに来てるんで、今日は来たよ。すごい、見て、なんすかこれ、どういう状況。ちゃんと僕にモテキが来たということが証明されたじゃないですか。これモテキってことでいいですか、はい、いや、すごいですよね。よく来てくださいました、本当に。いや、こちらこそありがとうございます、はい、声優のなずこかおりさんです。すごい歌やで。もう俺らもうレッド何回行ったやん。本当にそうですよ。本当にありがとうございます。もう得点変わるたびに行くんすよ、うん、もう本当にやばいくらいカード集めたな、これ。行きました。そう、また得点がね、いいのばっかりだから。そう、特に僕フィギュア好きなんで、はいはい、もうワンピのミニカードここ来ると思ってね。やばかったね。そう、しかもあのワンピースカードめっちゃ流行ってるじゃないですか、うん、僕たちね、もうコンプリート勢なんで、はい、うん、すごい、もう一生シャンクス出るまで引くんですよ。やばかったな、あれな、あの時ね。そんなですね、レッドの歌をはじめですね、数々の名作アニメの声優さんされてるんですけども、誰、僕はなずかさんって言ったらトラブルの小手川由依も好きですし、 ありがとうございます、はい、あとね、逆漫画日和のめちゃくちゃいろんな客さん、あのキャラクターされてるじゃないですか。そうなんですよ、女性保護担当、そうですね、乙姫とかめちゃくちゃ好きで、ありがとうございます。小中学生の頃めっちゃ見てる。小中学生で見るんですか。時期的に言うとそうなんです。レベル高いですねね、あの笑いにこうついてきてくれる小中学生、素晴らしいですね。あいつオタクなんですよ。ありがとうございます、はい、録音して聞いてましたやば、嬉しい。わかるわかる、録音するよな、まずな。何回も聞いてます。あかんだろうけど嬉しい。俺はね、はい、ナナリーなんですよね。コードギアス。そう、僕普段、はい、あの目めっちゃ細い、あの金髪のよくわかんないあのお笑いをする東亜くんって相方と一緒に YouTube やってるんですけど、はい、お互いサイコパスとか、はいはい、コードギアスめっちゃ好きなんですよ。お互いがそれ好きすぎて今信じられないですもんマジで。もうナナリーの最後のモノマネとか2人でめちゃくちゃやったもん。モノマネしてくれるんですか。そうそうそう、あのルルーシュと一緒にねやるんですけど、はい、あいつしかもルルーシュの真似めちゃくちゃするんすよ。へぇ、はい、あいつほんま中二やんな、うん、間違ってるの俺じゃない、世間が間違ってるんだ。だからずっとです、自分がミスをするためにごまかして俺最後すっごい悲しかったもんな。俺最後の最後でさ、記憶がパチパチってこう通じ合う瞬間があるじゃん。泣けるんよね、あそこ本当に。それナーリーもめっちゃ純粋やから、間違ったことをしてる、でもちょっと薄々わかるんだけど、めっちゃダブクレスボスやん、あんたやめろって言うんよな俺ほんま。悲しいっすよね、ちょっとね。悲しさがあるんだ、儚さというか。確かにちょっとそういう感じの役は多いですね。ですよね、歌の最後ちょっとぼやっと悲しいかなと思って、 でも映画としてはめちゃくちゃ前向きじゃないですか、うん、見たい部分をシャンクスとルフィの共闘が見れたりとか、うん、もちろんワンピースもめちゃくちゃお好きなんですよね。好きです。いや、それがやっぱ嬉しいですよね。なんか嬉しかったです ね、 ね、やっぱその僕たち世代からすると、うん、その芸能人さんとか声優もちろんいいんですけど、うん、よりもやっぱちゃんとした声優さん、ワンピースをめっちゃ好きな声優さんがやられるのがめっちゃ嬉しいですよね。それだけで。ありがとうございます。正直どうなんですか、その歌に決まった瞬間とか、はい、心境は。それはもうめちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しすぎて反応が薄くなりました、うん、だから信じられなすぎて。ああ、信じられない話そうなんですよ。なんか電話で連絡いただいたんですけど、なずかさんでお願いすることになりましたって、スケジュールは追ってご連絡しますって言われて、あ、わかりました、ありがとうございますで、切るまでなんか普通に対応して、うん、切った後に、うん、え、本当今のえ合格ってことみたいな、なんか信じられなさすぎて。そう、ドッキリな可能性もあるもんねてっきり今回はすいません別の方でっていう連絡が来ると思って電話を受けてたのは、で、はいって言ったけど、うん、これは何の役で決まったのかなぐらいなんかその時は分かってなかったわけですね。分かってたんですけど、なんかまさか歌ちゃんが。なるほどね。で、結構あのアニメのオーディションって、うん、受けた役と、うん、その役ではない役でオファーが来ることもあるんですよ。なるほどなるほど、はい、結構あのオーディションって主役の役だけ受けて、うん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 、周りもその中から決めてったりってことがあるので、うんうん、なるほど、聞き間違いだったかなって思ってじわじわ興奮してきて、はい、なんか家に帰り着く頃にどうやら決まったっぽいみたいな、うん、いやすごい夢あるね。もう YouTuber なんで職業が、そんな電話あっても 100% ドッキリと思うまずカメラ探すんですよ、もう本当にどっかでなんかこう、そうです、なんかやられてんなみたいな
や嬉しいですね。僕もなんかワンピースの最初フィギュアをプロデュースさせていただいた時夢みたいでしたから、うんうん、なんか夢が叶う瞬間っていいですよね。そうですね、はい、でもなんかその声優になるきっかけってなんかあったんですか。きっかけはスカウトなんですけど、なんかあんま聞かなくないですかスカウトって。聞かないですよね。なんかオーディションを受けたりしてなんか養成所行って訓練してそっからみたいなじゃないですか。そうなんですけど、私あの小学生から舞台をやっていて、はい、ミュージカルに出てたんですよ、うんうん、でその舞台をたまたまギャグ漫画日和の監督の大志さんが見に来てくださっていて、うんうん、でそこで面白い声だなっていうことで、はいはい、終わった後に楽屋に来てくださって、はいはい、おじゃる丸のオーディションを受けてくれないかって言ってくださったのが一番最初で、おじゃる丸きっかけなんだよ。そうなんですよ。で声優さんっていう職業もわからないままとりあえずスタジオに行って、うんうん、セリフ読んで、うんうん、そしたらあのやってくださいってことになって、すごおじゃる丸でデビューしたのが最初なんですけど、普通に見てて全然気づかなかったそうだったんだ。その時がまだ中学1年生とかだったので、めちゃくちゃじゃキャリア長いんですね。そうですね、気づけば。いや、めっちゃ失礼な感じで会話してるけど、その時はだから本当にこう声優さんってお仕事も初めて知ったし、はいはい、どうやってなるとかもよく分かっていなかったので、うんうん、もう本当にその一回きりだろうなって思っていて、うん、その日の収録を終えたんですけど、うん、その後また大志さんから、はい、大志さんの作品にいろいろこう声をかけてくださって、うんうん、他の作品にも出していただいて、で大志さんが他の監督さんとかプロデューサーさんにも紹介してくださって、うんうん、で他の作品もこう受けさせてもらうようになって、うん、今に至るっていう感じなんですよ。なるほどね。なのでなんかこう声優になろうと思って入ってきたっていうよりは、うん、声優さんを一回やらせていただいて、うん、飛び込んでみてこの仕事すごい面白いなと思って、うんうん、他にも受けてみたいですっていう形でやらせてもらった。特殊なきっかけですよね。だからね、そうですね、他にやっぱりあまり聞かないですね、うん、いや持って生まれたなんか実力みたいな運もあるんですよね。覇気みたいなのが覇気があるんでしょ。そうそうそう、これは出てますちゃんと。いやそれ見つけてもらうっていうのもね一つ実力の能力ですからね。今回だって僕思ったのは監督さんがめちゃくちゃ起用したい声優さんだなって思うんですよ。ヒロインってよっぽどじゃないですか。そこがやっぱ納得できなかったらね嫌だと思う。しかもコードギア好きなんで同じ監督さんじゃないですかレッドも。そうですね、はい、だからそれもまた嬉しかった。そのペアもそのワンピース関係なく東野くんとそのことだけでも1時間ぐらい喋ったんですよ。喋ってた。そう本当に喋ってた。めちゃくちゃ喋った本当に。そうなんですか。そうめちゃくちゃ好きで。うーん、いやーありがとうございます。そしてですねこれ今配信されてる日がですねなんと1月29日です。はい。まさにレッドが。ね、そうか今日で終わりなんで、はい、今日慌てて、ね、見に行ってる方も多いし、うん、いや最後またカード出るの行かなみたいな終わっちゃうってどうですか今心境は。こんなに長く上映していただけるとは思ってなかったので、うん、最初はすごいやっぱりびっくりしたしまだやってくださってる、はいはい、まだやってくださってるって感じなんですけど、うん、やっぱり終わりが来るって思うとこれだけ長くやっていただいたんでもう感謝の気持ちでいっぱいなんですけどなんかやっぱちょっと寂しい感じはありますね。ずっとこう続いてほしいなって思うし、でも作品ってこう皆さんの心の中では生き続けてくれるじゃないですか、うんうん、そうですね。だからなんか上映は終わってしまいますけど皆さんの心の中にいつまでもこう残る作品の一つとして残ってくれたら嬉しいなっていう風に思いますね。素敵本当に歌の気持ちを代弁してるかのような。そうもうここ1ヶ月ぐらいミョンがずっとどうしてってずっとなんかもう人生のエンディングを迎えてる感じなんかずっと歌ってるな。なんか、はい、いやもう歌はもうねもうキャラクターはすごい可愛いですし儚いですし、そう儚さがいいよな本当に。あれはもう名塚さんだからこそ良かったと思う。嬉しい。僕あのナミが一番好きなんですよ原作だと。私も好きです。ナミいいですよね。いやもうナミちゃんがもう可愛くて可愛い強くて、うん、それが更新されたもん映画のキャラとして、うん、歌が、うん、本当ですか。そう歌が今一番好きですね。嬉しいです本当に。やってるからってもあるんですけど特に歌が良かったですね。キャラクターの声と全部が合ってるんですよ。なんか歌そのものでした。なんかすごいご縁なことに生島万博がね一昨日あったわけです27日に、うん、でその影慣れをですねサプライズで引き受けてくださったわけなんですけど、はい、これすごいサプライズよな。本当にびっくりしたと思います皆さん。びっくりしたとも多分会場ざわついたと思うんですよ。本当ですか。嬉しい。歌やみたいな絶対言ってるよ、ね、気づいてもらえてます。絶対気づいてもらえてる。誰ってなってないですか、ね、絶対絶対もうクレ
人全員わかりますよ。そうそう、しかもすごいワンピース好きなお客さんだと思うんで、うん、絶対気づくし来てよかったと思えるはずなんですよ。絶対断られたんですけど、なんでこう受けてくださったんですか。まず第一に、はい、分かりやすかったです、あのお仕事の依頼内容が僕の送ったメール、はい、いわゆるそのライブ前の、うんうん、イベント前のナレーションアナウンスをお願いしたいですってことだったので、はいはい、私フリーランスで仕事をしてるので、はい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 、基本的にはこう自分で仕事をご依頼いただいて、うん、自分で判断して引き受ける引き受けなきゃあるんですけど、うんうん、自分が、まあ、声優だから、うんうん、こうオファーされているっていうこととか、うんうん、あの上映アナウンス実は私結構やるの好きで、そうなんだ。なんか元々舞台が出身なので、はいはいはい、あの公演前のアナウンスってなんか耳なじみがあって好きだったんですよね、昔から。で声優のお仕事をやらせていただくようになって、こうナレーションのお仕事とかもさせていただくようになってから、劇場行った時に素敵なこうアナウンスが聞こえたりだとか、電車の中とかでもそうなんですけど、なんかアナウンスがいいとすごくなんか嬉しいというか心地いい。分かってる、この凄さ僕もめちゃくちゃ思うんですよ。だってアナウンスって最高のオープニングアクトだと思うんですよ、うんうん、ここがちゃんとしてるから本編の切り替えがバンっていくというか、うんうん、僕も東亜くんとそのオープニングのそのナレーションの重要さを語ってたことがあって、うん、でその時に言ってたのが、確かに興奮するよねって彼も言ってて、ファールボールにご注意くださいって興奮するよねってなんで興奮するのそれって聞いたら、いやファールボールにご注意くださいって流れてる時にはファールボール当たってるだろうとか言ってもっともだなと思うけど、そこで興奮するの思って、だからそういうなんか、まあ、それはなんかオープニングアクト的に前の陰慣れじゃないけども、うん、ナレーションってすごい重要だと思うんですよね。そうです ね, ね、なんかこう前説とかナレーションとかって聞き流してしまうものですけど、うんうん、でも誰かが仕事としてやっている重要な部分じゃないですか、うん、はいはい、なので毎回こうねアナウンスされることって大体同じだし、うんうんうん、もう知ってるよっていうことかもしれないんですけど、うんうんうん、そこを自分が例えば出演する舞台とかイベントの時とか朗読の時とかにやってもらえますかって言われるの結構嬉しくて、はいはい、なので今回もイベントするにあたってオープニングの部分をって言っていただいたのはすごい嬉しかったのと、はい、あとはYouTube ってやっぱり今すごく、はいはい、うんうん、うちの娘もそうなんですけど、はい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 、みんな大好きじゃないですか、うんうん、子供から大人までこう楽しんでいるエンターテインメントなので、そういうものに私自身があまり自分でこう何かを発信したりとかをしていないので、なんかそういう活動されてる方たちのイベントに参加させていただけるのはすごい楽しみだなと思って聞いてさせていただきました。パーフェクトな回答ちゃんこれ原稿ちゃうだよほんまちゃんとアドリブで喋ってくれてるよ つまり普段がそう思ってくださってるってことじゃん。 YouTube なんてじゃなくて YouTube もちゃんと認めてくださって、自分の子供たちも楽しんでるからっていうふうに言ってくださって嬉しいよな。だから今日もね本当にフリーランスっておっしゃってくれてますけど、一人で来られてるんですよ。そうです ね, ね、私マネージャーさんいなくて自分でちょっとなってあげて、ちょっとほんまいくらでもありますよ本当ね、僕たちも仕事してて誰かゲスト呼ぶとめんどくさおったらたくさんつってるんですよ、取り巻きがそう、いちいちその人にね確認して来てんすかみたいなね、すごいよね、一人でここまですごすぎる、うん、ね、尊敬します、本当に。いやいやいや、それこそその先ほど話したみたいにスタートがそういうきっかけで入ってきたので、うんうん、長くこの仕事を続けられるって全く思ってなかったんですよ、この1回が最後だろうなって毎回やってきたので、はいはい、いやいやいや、すごいよね、まさかこんなに長くやらせていただけるとは思ってなくて長く続けていただいてありがとうございます本当に。いやもう名塚さんの声に勇気づけられてる人はたくさん多分見てる人の中にもいらっしゃるんで、本当ですか、うん、嬉しい嬉しいよね。どうなん対面してみて、本当につい2日前ぐらいも知らなかったんですよ。あ、それ僕黙ってたんですよ、そうだったんですよね。スタッフにもうちミーハーなスタッフ多いんでみんな来ちゃうんですよスタジオ、はい、カレンダー見たらなんか2日前ぐらいも名塚さんこれ名塚さん以外名塚さん知らないしなそう今日ね、いらっしゃってびっくりしたって感じです。ああ、そうだったんです。そういう経緯があるんです、実はね。で、あとですね、まあ、僕もこうちょっと夢を叶えていく姿を見せることがなんか僕の仕事かなというか、僕のやりたいことの一つなんですよ。で、名塚さんも声優になられていろんな役をこなしていく中で夢をね、多分たくさん与えてると思うんですけども、今からじゃあその夢を目指す、例えば声優になりたい人たちとか、そういうなんかアドバイスみたいなのちょっといただけたら嬉しいなと思うんですけど。そう
そうだな、やっぱりね、作品作りってすごい面白いなって、うん、YouTube もそうだと思うんですけど、うんうん、やっぱり一個のこう作品を作るって一人ではできなくって、はい、やっぱりいろんな人のこう協力があったりだとか、みんなで一緒にこう一つのものを目指していく面白さみたいな、うんうん、それがまたこうね、完成した時の達成感とか、それをなんかこう味わえるのがこの仕事の一番楽しいところかなって思うので、はい、もしあの目指していることが、うんうん、声優さんに限らずアニメ作ってみたいとかゲーム作ってみたいって思ってる方は、うん、ぜひなんかそういうね気持ちで業界に入ってきてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。なるほどね、今のは勇気を与えてくれたんじゃないですかね。ミヤもね、ちょっと声優の真似事みたいにするもんね。してないです、やめてください。ちょっとえ、静香ちゃん、あらやだ静香ちゃん、ほらふふい、我々の世代の静香ちゃん、その声そうですね、そうですね、じゃないですよ。何やってるんですか、びっくりした。え、冷や汗が今止まんない。さっきアッコさんの声やった。もういいです、あのね、アッコですけどねって、こうしかもクオリティがかなり低いやつをチョイスするのやめてください、お願いします。でも真似していただけるようになったら、なんか一人前かなって思いますよね。そりゃそうっすよね。もう涙出てくるわ。本当にありがたいよね。そう、だから特徴があるから真似されるし、うん、みんなだって巻き惜しみてやってんもんな。そうですね、すごいよな。嬉しいです、嬉しいです。真似をするってことは、うん、見てくれてる人も分かってるキャラクターじゃなかったりしないと面白くないじゃないですか、うん、だからそこも含めてやっぱこう認知度がねあるキャラクターって思っていただけるのはすごい嬉しいです、うん、いや間違いなく2022年のねトータルした国民的ヒロインじゃないですか。歌本当にそう思います。嬉しいですね。いや本当にすごかったね、うん、どこ行っても歌やもんな、うん、ダノさんの歌がね、そう素晴らしいから、うちの相方アトもめっちゃ好きなんですよ。常に行ってんのライブな、うん、やばいわほんま。圧倒的な、ね、歌唱力で、またこのキャラクターに合わせて可愛らしい部分と、ね、ちょっとこうダークな部分、そうなんですよね、そこがいいですよね。そう、みんなトットムジカ好きなんやな。トットムジカ大好き。ちょっと歌ってパロッターでしょ。さっきシュカちゃんと同じ声域で言いましたね。ちょ、笑ってくれてはるよ、ちゃんと。いや、もう本当にやめてください。こんなピンチないです、僕。緊張とかされます？もうしなくなりましたね。いや、それキャリアが生んだ実績なのかな、それは。なんか不思議なことに、若いうちは全然緊張しなかったんですよ。へぇ、逆に。そうなんですよ、うん、20代後半から30頭ぐらいはすごく緊張するようになっちゃって、へぇ、35過ぎてぐらいからまた緊張しなくなりました。そうなんですね、謎の機会がある。そうですね、はいはい、多分なんかその20代後半から30代前半は少しこう10年15年ぐらいキャリアを積んで、うん、現場にも今まで自分が一番下だったんですよ、うん、だからこう先輩たちが何でも教えてくれて、はい、皆さんにこうついていくっていうことに必死だったの、なんか緊張する暇もなかったし、うんうん、皆さんがすごい優しく支えてくださってたんで、うん、そういう感じで走ってきたんですけど、うん、その20代後半になってからは今度こう自分より年下の子たちとか、うん、キャリアがまだこうデビューして間もない子とかが増えてきて、現場でそれこそ監督とかに名付かよろしくなって言われる立場に、うん、この子たちをちゃんと引っ張っていけよっていう、普段もそうだけどお芝居で引っ張ってけよっていう、なんかこうプレッシャーを感じるように、なるほどね。あ、なんかちゃんとやらなきゃみたいな、今までもちゃんとやってきたけどお手本となるようにとか、ね、うん、やっぱりこうみんな引っ張っていく、なるほど、力をこう持っていかなきゃっていう感じがあったので、なんかすごくこう、ね、責任を感じて、うんうん、緊張した時期はありました ね、 なるほどね。でも今はだってもう憧れられる立場ですもんね。そうなっていたら嬉しいですけどね、うん、すごいな。僕もなんか YouTuber になってよく緊張しますかみたいな質問箱で質問いただくんですけど、はい、僕も緊張しないんですよあんまり、うんうん、でも唯一僕緊張したのが YouTube 生活さん6年から1回だけあって、はい、それが田中真由美さんだった時これはねバチクソ緊張した本当に。緊張しますよね。そう、会うまでのあの緊張は本当にやばかった。ですか、そう、会ったらめっちゃいい人なんだけど、めっちゃいい人です、ね、もう本当にいろんなことをねお話してくださって励ましてくださったり応援してくれるんですけど、あの瞬間だけめっちゃ緊張しましたね。本当に緊張したな、あれ。もうなんかとあるカフェの2階で座ってて、向こうから現れるからっつってて、ちゃんと立って挨拶した方がいい、もう座ってたいって障害者に言われて、向こうからもう上がっていくんですよ。もうその瞬間いろんな思いが込み上げてきて、だってもうルフィである前にさ、もう俺なんかもうキリマルもそうだしさ、はい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 、ちょっとマニアックなところで言ったらさ、あのドラえもんの映画のアニマルプラネットのチッポっていうその犬の役だったりもするし、もう好きな声めっちゃあるんよな、ほ
ほんまに。それが全てこうバーってくるやんか。あれはほんまに緊張した。あ、そう、僕ばっかり喋ってそんな現場で常に戦ってるんですもんね。僕なんか全く緊張しない。ミョンとかと一緒にベラベラ喋ってるだけなんで楽勝ですよ、これ。いや、でも本当皆さんめちゃくちゃ優しいんで、はい、楽しいですけどね、現場もやっぱり、はい、ありがとうございます。やっぱワンピースカーでやっぱ集めよう全部、うん、なんで今そう思ったんですか。いや、だからあまりにもその何エースが出ないから、うん、もう挫折しかけてるけど、ちょっとね、挫折しかけてますけど、そうなんだ。そう、なんか変に転売屋から買うの嫌なんで僕絶対地引きしたいんですよ、うん、あ、以上です頑張ってください。ありがとうございますということで、今日の、小焼き N ログは、 N ログ、はい、いかがでしたでしょうか。いや、貴重な回になりましたね。そうですね、あまりにも見てる人でチャンネル登録しない人いるんで、ちょっと名塚さんの声でチャンネル登録してって言ってもいいですか。ぜひぜひぜひチャンネル登録よろしくね。本日のゲストは名塚かおりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。